今回も素敵なゲストに来てもらっています。今回も呼んでみましょう。ゲストはこの方です。清水愛理さんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。アリちゃんに来てもらったんですけど、いつも通りアンラブの企画をやろうと思います、はい、題してポッキーゲーム、どこまで限界で挑戦できるか。おー、ポッキーゲームなんですけど、はい、ちょっとね、お菓子ね、買ってきたのあれ、はいはい、紹介します。2つ目、プリッツ、じゃがりこ、かば焼きさん、ブラックサンダー、おい、何チョコボール。これをね、限界までポッキーゲームに挑戦していこうかな。接吻してアウトってこと？接吻してもいいのかな。まあ、そういうね、ゲームをちょっとやっていこうかなと思います。ポッキーゲームの限界に挑戦、いってみよう。まずは王道なプリッツから。プリッツ、いや、これ恥ずかしいよ。恥ずかしい。でも、アイリちゃんとやりたい。わー、大変。鼻が引っ張る。恥ずかしい。はい、成功。こちらですね、じゃがりこです。やばい、何が食べてるの。あの、一口目でかすぎて進み具合が半端なくてすぐチューしちゃった。めっちゃ食べるね。鉄板が失敗した。じゃがりこ、じゃあ成功かな。仕上げて成功。かば焼きさん、なん、緊張する。やばい、かわいい。めっちゃマジで男になるから、ね、襲おうってなる。難しそう。あ、いけるんじゃない。サービス成功。次がブラックサンダー。これです、ブラックサンダー。独り占めしようとしてから小島。あ、いけよ。あれ、もう切符してる。なんか、ウサマフィアだと何にも色気感じない。なんだよ。でも、うん、やりやすかったです。美味しかったです。ついに来ました、ポイフル。いや、ちっちゃい。あー、あ、口、あ、いいね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 。で、口は噛み切ればいいの。うん、いきます。すごい、これすごい、できたら。リップ筋がすごい。見せて。ちょっと待って、撮ったけど。ポイフルは、激ムズ。これ、チョコボール、はい、いきましょう。思ったよりちっちゃい。 もっとでっかくなかったっけ。ちっちゃくなっちゃったんだよ。デリン、素材の関係で。あー、ちっちゃいわ。ポイフルと同じぐらいの大きさだった。あー、でもまあ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 。じゃあスピードで勝っていくよ、うち。うん、出た、いくよ、うん、スピードの小島。あ、いけたいけたじゃん。いけたわ。これはちょっとできる。いけますかね。ダリってやればいいんだよね。これですね。なんで目つぶるの。いきます。あ、いい音。いったすごい。うまい、ビルちゃんのこの構えができました。いやー、すごいわ。すごかった。ってことでね、これはもう飲み会で盛り上がること間違いなしという、うん、いい緊張感でね、できて楽しかったね。楽しかった。で、皆さんもぜひ挑戦してみてください。じゃあねー。